どうぞどうぞご覧ください。どうぞ。おととい阪神梅田本店で始まった七流れ品大バザール、今回で40回目を迎え、過去には1日で4億円を売り上げたこともある名物催事です。全国から22の質店が集まり、バッグや時計、ジュエリー類などおよそ15万点が並びます。最も高額なこの指輪はなんと3980万円です。予算ですか？2000万ぐらいです。結構ここは規模もでかいんで着てみたいなと思って、いろいろあるんで目移りしちゃいますね。こういうイベントって魅力的ですか？そうですね、ワクワクする。ここ数年値上げラッシュが続くハイブランド、それゆえに少しでも手頃に買おうと中古品の人気も高まっていて、例年以上に熱気を帯びます。会場を取り仕切るのは催事のプロ、小田翔一郎さん。これまで100以上の催しを手掛けてきましたが、七流れ市は今回が初めてです。初めてなんでね、手探りな部分もあったんですけども、プレッシャーじゃないですけども、そういったものは感じながらやってましたね、はい。営業時間はね、買取フェアについては開催まで3ヶ月間の奮闘を追いました。毎日6時となってますので。あ、すいません、阪神梅田本店催事部の小田でございます。今年6月、小田さんはオフィスでひっきりなしに電話をかけていました。どれだけ商品を集めてもらえるかっていうのが、やっぱりこの成功するかどうかの鍵になりますんで、定期的にね、ちょっとご連絡は入れてるので、頼むよという感じでね、入れてるんで。20年前に入社した小田さん、紳士服売り場などを経験した後、13年前に催事担当に抜擢されました。これまで北海道物産展から海の生き物展まで幅広いジャンルの催しを手掛けてきました。先月下旬、小田さんは神戸にいました。失礼します。こんにちは、阪神です。数ある質流れ品の中でも今回の催事で特に集めたいものがあるようです。リュック系とかバックパック系ってあるものなんですか？バック系は目をつけたのはリュックサックでした。街中で目にする機会が増えたリュックスタイル、充実させれば必ず人気コーナーになると踏んだのです。仕事されてる女性もそうですし、いや逆にお遊びに行かれる人も結構かっこいい、そういうバックパックをね背負ってらっしゃる方を時々見かけるようになって、傾向としては増えてきてるのかなっていうイメージがあったんで。あ、そうですか。うん、それちょっと私も把握してなかったですね。改めて勉強になりました。いや、何をしてるんです。狙いを説明し、リュックを集めてもらえることになりました。一方、苦戦していたのがジュエリー類です。指輪一つで数百万円はザラにある世界。目に近づけて、右目で見て、でダイヤが状態が見えてくると思うんですけど、わかりません。わかりませんか？ラウンドブリリアントカットとエメラルドカットで本当に、実は小田さんの前任者は七流れ市に20年以上携わってきた大ベテランで、鑑定士の資格も持っていた宝石の目利きのプロでした。これをこうやって知識では遠く及ばないだけに焦りは募ります。この辺りで女性に比較的人気の傾向というんですか、どの辺が結構、そうですね、年配の方だったらやっぱりゴージャスボン、ゴージャスボン、はい、がいいですよね。うん、で、まあ、若めの方ですと重ね付けですよね、なんかがよく流行ってます。重ね付け、うん、一つをはめるっていうよりも 2,3 個のリングをはめたり。小田さんが大切にしているのは出展者の話に耳を傾けること、これが催事成功の秘訣だと言います。催しって一つ一つ全然性格も違いますし、関わる方も、
ガラッと変わっていくので、ちょっとあの前やってた催しがこうだったっていうのがあまり通用しないあのお仕事なんですね。でってなるとやっぱりこう一緒にやる方、その時その時のやる一緒にやる方のお話をまずは聞くっていうのは自然とあの身についてきたのかなと。この日小田さんは7店の代表者らと会場についての話し合いをしていました。売り場と売り場の間の通路、ここもかなりこう混み合ってて、なんとかここをね広げることでよりちょっと回遊性を高めたいなと。会場の通路の幅をこれまでより40センチ広げようというのです。通路を少し広げるだけで混雑しても買い物がしやすくなり、結果的に売り上げが増える。これまでの経験からそう確信しています。しかし通路を広げれば売り場は圧迫されます。出店する店の理解は欠かせませんが、微妙に難しいところが、視野さんの立場から見てもその、ケース数を減らされるとやっぱりちょっと、ね、辛いと思うので、どっちを立てたらいいかな分からへんけど、やはり簡単に納得とはいきません。開催まで1ヶ月、百貨店の特設会場では出店予定の7店が一般の人から中古品を買い取るイベントが行われていました。これ綺麗やな。多分使われてないほとんど使ってないです。せーので、どうぞ。15万9000円、14万6000円、13万9000円、13万8000円、14万8000円、15万9000円。オークション形式で値段が提示されどんどんと買い取られていきます。商品集めの最中に思わぬ一品が舞い込んできました。オルゴールがまた面白い。そうなんですよ、なかなか僕たちも見ることっていうの少ないので、製造数が限られた高級ブランドのオルゴール、マスコットが回転する希少な品です。好きな方がやっぱこういうものを集められたりするので、コレクションでマニアの方が集められるので、やっぱり市場には出にくいかなとは思いますね。ジュエリーでも先ほど買い取らせていただいたんですね。ホワイトゴールドの、ティースマイルダイヤネックレス、ラージサイズって、ね、少ないですね。特にダイヤ入りですし、はい、人気シリーズのダイヤ入りネックレスなど長く使われる定番アイテムは手放す人が少なく、願ってもない収穫となりました。これなんか前回お客様が探してはったけどなかなかないっていう商品でしたから、そういう意味では少ないかなと思いますね、はい。そして迎えた初日、開店1時間前、小田さん最後の確認に余念がありません。お客様のニーズがあるって教えていただいたんで、20個30個は集まった。神戸の質店にお願いしていたリュックサック、思った以上に揃いました。難しいんじゃないかなと思ってたんですけど、さすがやっぱり軽いのばっかりね、集めさせてもらったんで、これは売れてくれると思います。期待します。ぜひ、はい。午前10時、開店とともにお客さんが店内に流れ込みます。ルビーのリングとアレキサンドライトのブローチを、これ80万円です。新品の商品を買うよりはかなりこのお得に買えるんじゃないかなと思います。熱気を帯びる店内、混雑はしていますが、ベビーカーがすれ違ったりとか、ね、でも両脇ではちゃんとお客様が
商品を見れてるっていう状況があったので、やっぱり広げてて正解だなと思います。質店の理解もあって通路を広げることに成功。小田さん、狙い通りの質流れ位置になったようです。やっぱ嬉しいですね、スタッフの皆さんとね、お客様が笑いながらね、商品見ながら会話されてるというのはやっぱすごくいい景色だなという感じでこう見てます。はい、これからもね、楽しみにしていただけるような仕掛けですとか商品ですとか、新しい魅力みたいなものも今後はより発揮していけたらなと思ってます。はい。